もし、あれ、あ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 れ、あ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 れ、あ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 、はい、あれ、なんか入ってないな、あ、あ、あ、テステスチェックワンツー、はい、すいません、もういきなりお見苦しいところをお見せいたしましたけれども、作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。ですね、今朝はですね、割といい天気でですね、なんていうんですか、でも最近はなんかちょっと冬っぽくなってきて、いい天気でも結構眠いと、眠いっていうか寒いというね、そういう、今日この頃でございますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。最近のトピックといえばですね、とうとう私コンピューターのブラウザのですね、なんていうんですか、トップページを長年やってきたヤフーから、なんですか、Facebook に変えてしまいまして、まあ、この話もしかしてこの間したかもしれないんですけれども、もはや、なんていうんですか、今まではまあうち新聞も撮ってないし、テレビもないしラジオしかないし、ヤフーのヘッドラインニュースぐらいは読まねばいかんだろうというふうに、もうこの15年ぐらい、まあ私のあのブラウザのトップページはヤフーということで鉄板だったんですけれども、なんていうんですか、とうとうヤフーのヘッドラインニュースもいらねえだろうということで、今のトップページがFacebook になってしまったんですけれども、もう情報はそんなたくさんいらんね、なんていうか、私も今日、ね、内田達を読むということでご紹介するブログも結構古いやつですし、いつも読んでる本も古いですし、なんていうのかな、最新情報を特に必要とするものっていうのは、まあ、例えば娘の受験のね、高校のレベルを確かめる時であるとか、なんですかね、あと本日のスーパーの特売であるとか、まあそういうことぐらいしかね、どうしても絶対最新情報が今日いるんだっていうことは正直ないですね。なんていうのかな、例えば、私のやってる仕事のね、出版の仕事でも、なんつうの、今売れてる本を今から真似して作ると、作ってできた頃にはもうとっくに下火になっているとかね、なんていうかそういうことが多いので、最新情報もういらんだろうというふうに私はかなりもう思ってまして、なんていうかね、もうヤフーのヘッドラインニュースも読まないと。で、Facebook でね、皆さんがなんていうか、こういうニュースがあったの、ああいうニュースがあったのというふうにいろいろお知らせしてくださいますので、私は、はあそうでございますかというふうにそれを拝見してですね、もう情報それだけでいいやみたいな、どうせね、世の中のすべてのことなんてね、情報的に処理できないし、仮に情報的に処理できてもあんまり意味ないし、もう私は情報少なくね、良質な情報をちょっと食べて生きていければいいやみたいに思っております。で、昨日久しぶりね、テレビというものを見たんですけれども、まあちょっとびっくりしましたね。なんつうか、大変言い方的には失礼な言い方になりますが、ユーストリームで私たち素人がやってるようなことを単にタレントを使ってやっていると。で、なんかこう意味あることを喋ってればいいんですけれども、なんていうの、まあなんていうのかな、ユーストリームでね、普通の人がお遊びでやるようなことを単にタレントを使ってやっているというだけのテレビでして、まあ、全チャンネル昨日見たわけではないんですけれども、まあよくこれでスポンサーさんもお金を出すなと思って、私はもうとってもびっくりしているんですけれども、スポンサーさんっていうのは番組の内容をチェックしないんですかね。あんなつまらなくて大丈夫なんでしょうかと、本当に一言ながら、心配になってしまいました。
やっぱりね、なんだかんだ言ってね、やっぱり NHK ってのは身のあるもん作ってますよ。あんまりくだらないバラエティとか作らないし、いやまあくだらないバラエティも面白いんですよ。私もテレビあればつけちゃうんだけども、それにしても例えば私なんかよくいやユーストリームとか見てて、素人さんっていうの失礼だね、普通の人がいわゆるタレントとかでない普通の人が配信してる愉快なテレビとかいうのもいっぱいあるわけですけれども、そういったなんていうのかな、いわゆるご趣味でやってるレベルのことと同じようなことを大金をもらってやっていいのだろうかとか、出てるのがタレントというだけでそんなに大金を番組制作の方はいただいていいんだろうかとかね、まあいろいろ疑問に思ってしまいましたけども、テレビはこうコンテンツという感じではなくて、まあなんかタレントさんにお金払ってると、番組の中身はないというふうにねちょっと思いました。とある方が数年前に私に話してくれたメガタレント化っていうお話があって、今後はすべて例えば小説書くのもタレントの小説で売れるのもタレントの小説、なんとかで売れるのはなんていうか、例えば、曲で売れるのもタレントの作った曲なんで、グルメ番組をタレントが食べるみたいな、もう何でもかんでもタレントが 何かしたっていうのが今後売れていくだろうという話を5年ぐらい前にしてくれた方がいらっしゃるんですけど、まあ本当その通りになってますね。問題は番組のコンテンツではなく出てる人の方が問題だと、問題っていうか出てる人の方が大事になると、もうテレビ局はもうタレントさんにお金を払っているようなもので、いやーこんなんで本当に人ごとながらこうテレビ局は大丈夫なのだろうかと、ちょっと心配になってしまう次第であります。まああとなさっきも言いましたけどなんていうの、スポンサーさんは番組の中身を確かめないのだろうかというふうにちょっと心配になっちゃいました。視聴率さえ取れればいいんでしょうかね。なんていうか、まあ、昔ドリフは俗悪番組といういや俗悪は番組でワースト1によく挙げられてましたけど、まああっちの方がよっぽど教育的によろしいのではないかと今思ってしまいます。なんていうのかな、やってることは下品ですよ。ドリフはもう上品とはちょっと言い難いけども、あれがすごく時間をかけて作り込んだものであることは子供といえども分かるわけですよ。まず舞台セットがすごいし、なんていうのかな、もうある意味旅芸人とか劇団を見に行くのとね、ま、変わらないこうそういう意味での教養をねドリフから私たち得ていたわけなんですけれども、今はもうとにかくお金をかけずに手軽に、で手軽になりすぎてもうユーストリームと区別がつかない、もう単にタレントさんが出てるだけっていうね、こんな安易なことでこうお金をもらえるみたいなことを子どもたちが学習してしまっていいのだろうかというふうにねちょっと心配になっちゃったりするんですけれども、本当ねどうなんですかね。まあそういうわけで私テレビ局の人に代わってテレビの未来を最近もう本当に憂いてしまうわけでございます。ユーストリームの番組山ほど見た後に、テレビを見るとますますそのつまらなっぷり、いやもう私こんなつまらないつまらないなんて言いたくないんですよ。でも本当につま心配になるぐらいつまらないので、ね、はっきり言ってそういう時になるとこうオーソドックスに番組を作ってる NHK というのはちょっと素晴らしいなというふうに思っちゃったりするわけですよね。とにかくなんていうのかな、番組に対する真摯さ真面目さ、とにかく一生懸命番組を作っているかどうかともかくとして、まあ、とにかくこう良質な番組を作んなきゃいけないというスローガンぐらいはこうやっぱり NHK からはね伝わってくるわけで、ね、民放各社の方、もしこれを見ていましたら、ぜひ頑張ってね、視聴率だけでなくちょっとは面白い番組をぜひ作っていただきたいと思います。まあそういうわけでですね、久しぶりにテレビを見た話などをいたしましたけれども、毎週金曜日はですね、内田達を読むということで、内田達、私のね
貸し宿しております、なんていうか内田達先生のですね本とかブログから面白いトピックを抜き出してこうねお話ししていこうと思うんですけれども、はい、ではですね、今日取り上げたいトピックはですね昼寝のすすめでございます。まず私がどうこう言うよりも、内田達先生 あのブログを読んだ方が話が早いと思いますので、読ませていただきますとですね、ちなみに内田達先生はあのブログはあのネットに上がったものの、著作権は、なんていうか放棄というかして放棄をしてらっしゃいまして、まあ普通に公共財だとみんなのもんだと、でその考えに私も大いに賛同するところがありますので、ここで遠慮なく読ませていただくわけでございます。というわけで内田ブログの内田達研究室のですね何日かな、2007年9月16日かな、2007年9月16日の、内田達先生のブログです、昼寝のすすめ、まあ、読ませていただきますね、はい、昼寝のすすめ。でも2007年って言ったら3年前のブログですね。いいんです、あの真理に賞味期限はございませんから。というわけで、昼寝のすすめ。夏休みもあと1週間でおしまいである。今年はほとんど休みらしい休みが取れなかった。海にも山にも行かなかった。唯一の夏休みっぽさは昼寝を存分にしたことだけである。昼寝というのは不思議なものである。こうしがたい眠気に屈してよろよろとベッドに倒れ込んで眠りに入るときには至福の喜びが訪れるのであるが、目が覚めたときにはべっとり汗をかいていて頭はぼーっとして、日は西にすでに傾き、無意に何時間かを過ごしてしまったことへの悔いにほぞをかむ思いをする。幸せの予感で始まって後悔と自己嫌悪で終わる。なんだか人間的経験の縮図のようである。そのような縮図的経験をほぼ毎日繰り返していたことになる。ところで人間というのは一夜明けると別人というペースでだいたい変化するわけであるが、昼寝をするとこれが別人になるチャンスが1日2回訪れるということになる。昼寝前に頭の中にぎっしりとひしめいていた思惑やら不安やらは昼寝後になると雲散霧消とまでは言わぬまでもその計画を失ってなんだか薄らぼんやりしたものになっている。寝る子は育つと言い、私の小さい頃子供たちは無理にでも昼寝をさせられていたものであるが、無理にでも昼寝をさせられていたものだが、あれは生理学的理由だけでなく昼寝をする子供の方が精神的にも成長が早いということが経験的に知られていたからではないだろうか。基本的に人間的成長というものは大体がそれまで非常に気になっていたことが後で考えたらどうでもよくなるという形式でなされるものである。私の経験からして昼寝というのはそれに似た心理的効果をもたらす。大体私はリゾートに行ってもほとんど昼寝している。2年前にハワイに1週間行った時もひたすら昼寝をし続けて兄によくそれだけ寝られるものだと感嘆されたことがある。温泉でも一番気分がいいのは昼風呂に浸かった後にちょっと昼ビールなどを飲んでそのまま浴衣のままゴロンと畳の上で寝てしまう時である。昼寝から起き出した後に最初につぶやく言葉もそういえば常にどことなく達観をにじませたものであった。さあそれではシャキシャキとことを進めましょうかというような言葉は決して口にされず、なもんどうでもいいじゃないのというような気だるい言葉だけが選択的に口をついて出てしまうのである。イタリアやスペインの諸君があまり働いていない割にはどうも大人っぽい雰囲気を漂わせているのは彼らがこまめにシエスタをすることと無関係ではないのかもしれぬ。昼寝は戦争とか投資信託とか M&A とかそういう殺伐としたものとも馴染みがよろしくない。日本人のトゲトゲしい社会的未成熟はあるいは昼寝の不足に由来するものやもしれぬ。クールビズよりもサマータイムよりも日本中午後1時から3時までシエスタということにした方が日本の霊的成熟には資するところがあるのではないか。少子化対策には間違いなく有効である。はい、というわけでですね、昼寝のすすめでございます。これね本当に
これを読んだ時にですね、私膝をポンと打って それはその通りだというふうにまあ思ったわけであります。あのね、こう皆さんさ、あの私以外の人もそうだと思うのですが、あの嫌なことがあったら、あの寝ちゃうのが一番じゃないですか。あのとにかく寝ちゃう、あの、とにかく嫌なことあったら寝ちゃう。で寝て起きるとですね、結構忘れておるのですよ、あの嫌なことを。あの少なくともこう薄紙をトレーシングペーパーをかけたように、なんか薄ぼんやりとしたものになると、なんていうのかな、私よく娘にもあのそういうあの説教をするときにですね、娘はとても私に似ておりまして、あのなんか、怒ったらすぐやるかみたいな、なんとかちゃんにもう絶好の電話をするみたいな、そういうことを、ね、よく言い出すわけ。例えばもうクラブも今日やめるとか、あの今すぐ電話するとか、そういうことをすぐ夜に言い出すわけですね。で、夜、特に夜物を考えるというのは、我が家では戒められている行為でございまして、我が家だけでなく多分世の中結構多くの人がそのような、ことをしているのではないかと思います。なんか夜疲れてる時にね、なんていうのかな、なんかねトゲトゲと、あの夜考えて、夜ものを考えると悪い方悪い方へと考えて、考えれば考えるほどもう腹が立ちまくってくるわけですよ。あのそういう時にはもう早く寝ちゃう、なんていうのかな、で早くで寝たからといって早く寝ちゃうか、寝たからといって全く事態は、なんていうんですか、解放に、事態は良好な方向へ向かうわけではないのですが、とにかく、その寝て起きると昨日まで怒り狂っていたことがこう薄紙をかけたかのように薄ぼんやりと、先ほど、内田達先生のブログにもありました通り、なんかとってもどうでもいいものに思えるんですね。こうよくあの頭を冷やせということをまあ言われますよね。でそれ要するに時間を置けということなんでしょうけれども、確かにあの時間を置けば冷静に物事を考えられるようにはなるんですが、カッカカッカしてずっといるというのも精神衛生上それはそれで良くなく、なら寝てしまえばよろしいと、そういう考えは非常に合理的なのではないかと思います。で、例えばもう絶好の電話をすると月光、夜には月光していた娘も、まあまあじゃあ絶好の電話は明日の朝かけなさいと、夜はいけませんというと、一晩寝て起きるともう眠そうな目をして、全てはどうでもよろしいと、なんか何でもかんでもどうでもよろしくなっても困るんですけど、とにかくあの昨日絶好と叫んでいた娘もなんだかどうでもいいような顔をして、それを忘れてしまうというね、あの寝るというのは全てをリセットしちゃうという良いところが、あの何でしょうね、あの脳は休んでるんでしょうか、寝てる間。全然私大脳生理学とかそういうもん詳しくないんですけど、寝てる時は多少はこう休んでるんでしょうね。なんていうか、まあ夢とか見たりもするんでしょうけれども、小脳まで休んでいただくと私あの世に行ってしまうんですけれども、大脳が休んでいただく分には次の日からねまたシャキシャキと物事ができるようになるので、大脳の方はぜひ寝てる時ぐらいは休んでいただきたい感じがするんですけれども、すごいですよね、よく考えたらね、心臓って休みがないんですよね。おぎゃーと生まれる前か、心臓ってできた時から休みなくドク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 動いてるわけですよね。たまには休みをあげたいような気がしますが、休みをあげると私が永遠にお休みになってしまいますので、それはできないんですけれども、いや臓器っていうのはすごいですね、働き者です。ね、心臓もそうだし、もうね、血液なんかもずっとこう休みなく運動しているわけで、血液が休まれるとやっぱり私もあの世に行ってしまいますので、体っていうのは働き者なんだなって今なんかしみじみ思ったりしますけれども、まあそういうわけで昼寝のすすめですよ。夜だから、夜すごいあんなにムッカムッカしてたのに、
一回寝るとちょっと薄ぼんやりとしてきて、でさらに時間経つともっと薄ぼんやりとしてきて、二回もう一回寝るとね、もう忘れてしまうというね。人間は忘れることができるのがこうすごい能力だということを聞いたことがありますが、本当にその通りでね、なんていうのかな、まあ、嫌なことを忘れるというのは人間の素晴らしい能力だそうなんですけども、それだったらね、嫌なことをずっともう永久に今日から消し去ってくれればいいのに、時々こうものすごく嫌なことをパッとこう思い出すっていうのは、あれは何なんでしょうね。逆にね、忘れるなら忘れてくれりゃいいのに、時々ね、こうまさに思い出したかのようにね、そのムカつく記憶が蘇ってきて、しかもね、それが関係ないとこだったりするんですよね。こうなんていうのかな、あの時々蘇るすごく恥ずかしい思い出とか、すごくムカつく思い出っていうのは、あれは何なんでしょう、もう一生忘れていたいのにっていうね。まああれもまあなんかこうね、大脳がね、理由あってなんかやってんじゃないですか、私は知りませんけどっていう、そういうわけで昼寝ですよ。で、まあ、内田達郎先生は寝る子は育つっていうのはもしかしてと、まあ、人間的成熟というのは、昼寝をなんだか、なんかそんなものどうでもいいじゃないという、さっきまでムカムカしていたことが、そんなものどうでもいいじゃないということによって、人間的成熟というかはこう段階的になされていくというようなことをおっしゃっていたんだと思うんですけれども、確かにそうでね、なんていうのかな、やっぱりなんかリセットされるんでしょうね。ムカムカしたから昼寝しちゃうってことは私の場合はないんですけれども、こうお仕事をちゃっちゃかちゃっちゃかとしていてですね、脳が疲れるんですよ。これいろんな作家さんの方がいろんな表現を使って言ってらっしゃいますけど、私のなんていうのかな、知り合いのね、青山智樹さんなんかは、脳みそが鼻から出るみたいな言い方をしますね。もう脳が疲れちゃうんですよ。結構体の方はやる気あるんだけど、私の場合は頭が真っ白になってもキーを打つことができなくなる。と言っても、まあ100時間仕事したわけではなく、最近はね、もう 2,3 時間でそういう状況がこうやってくるわけで、大変困ったものなんですけれども、まあ仕事ちゃっちゃかしてると多分脳にストレスがかかるんでしょうね。で、体は元気なんだけど頭がもうどうにも動かないって時は、まあ昼寝をします。で、昼寝をするとなんか起きた瞬間、こうなんていうのかね、まあ、内田達郎先生は起きてシャキシャキはできないみたいなことをおっしゃってましたけど、起きるとなんかまた朝目覚めた時のようにまっさらな自分みたいな気になって、また仕事がちゃっちゃかできるわけなんですけれども、となるとですね、さっきもだから内田達郎先生がおっしゃっていたように、寝ると一旦なんていうかな、それ寝るとまたさっきまで考えていたことが薄ぼんやりとどうでもよくなると。で、確かにね、そういうことを繰り返していくと、人間的に成長、まあ自分の場合ね、人間的に成長したかはともかくとして、人間的に経験は積めますよね。例えば嫌なことがある、寝る、忘れると、その嫌なことは実は自力で克服してはいないんですが、どうでもよくなるっていうのはかなり、いや、事態は変わってないんですよ、寝ようが寝まいが。だけど、どうでもよくなるっていうのは克服したにかなり、主観的には近いのではないかと思います。だってなんていうのかな、大体よくお話しますけど、問題は自分の心でして、自分が気にしなきゃ他人は気にしてないっていうことが実はほとんどなんですよね。で、自分ばっかりくよくよ気にしてるけども、寝るともう綺麗さっぱり、こう綺麗さっぱりとまでいきませんけども、少なくともかなりどうでもよくなる。で、だからね、人間的成長には、寝るのがよく、そして
昼寝をすると1日2度人間的成長ができるので、よくさらによく育つというのはね、非常にこう納得がいく論でございます、私的には。で、さらにね、先ほど読んだブログでは、イタリアやスペインの諸君が大して働いてもいないのにどうも大人っぽい雰囲気と、そういうのはもう、昼寝のおかげではないかと。まあそれは大変私も、同感であります。なんていうのかな、大人っていうのはあまり細かいことにこだわらず対局を見るというのが大人ではないのかなと思っているんですけれども、あともう一つね、私が言ってることは不愉快に耐えるのが大人というふうにも思っております。子供はね、不愉快なら不愉快って言っていいんですけども、大人は不愉快な時に不愉快とばかりは言っていられない。ね、楽しいことばかりできないのがこう大人という立場でありまして、でですね、不愉快に耐えるのが大人であれば、たくさん昼寝すれば、ね、嫌なことがみんな薄ぼんやりとそんなんでいいのかとも思うんだけど、いいんでしょうね。どうも ものをね、深く深く深く考えすぎると、こう仕事でも友人関係でも、まあ大体大したろくなことにならないことはもう皆さんご存知ですよね。大体深く考えずに、こう、なんていうのかな。大体ね、深く考えてると、見栄とかね、なんか世間体とか見栄とか、なんていうの、まあとにかく世間体も見栄も外見的なものですけれども、考えすぎるとね、どうでもいいことばっかり考えちゃうんですよ。私、ビジネスの時でも、物を作る時でもよく言ってるんですけど、もう考えるとろくなことにならんと。やると決めたらやると。で、こう、やるにあたってとか言ってぐちゃぐちゃ考え出すと、どう考えたってやらない方向に行くので、あまり考えない方がよろしいと。ということはよく常々言っているんですけれども、まあそういうわけで、不愉快に耐えるのが大人であれば、どんどん昼寝をしてですね、こう、不愉快ごとをですね、全部薄ぼんやりとさせて、で記憶を彼方へポーンと、捨ててしまうというのが、なんていうのかな、このストレス社会を生き抜くにはものすごくね、有効だと思いますよ。これの素晴らしいところはですね、お金のかからないところであります。寝るだけですからね。それがね、私の経験から言うと、別に1時間2時間寝なくても5分ね、うとうとこう机の上に突っ伏してこう5分ぐらい寝るとね、だいぶ違うんですよ。これはどういう脳みその状況によるのかなとか思っちゃったりするんですけど、やっぱり睡眠っていうのが誰にでも必要なように、何か体の中で起こっているんでしょうね。で、ほら、もう起きた時からストレスの塊という人は、実はうつ病の方では結構いるらしいんです。起きた瞬間も嫌な気分みたいな方はいらっしゃるらしいですけど、うつ病は病気ですからね。で、健康な方は寝て起きたら大体もうこううつぼんやりとして、いろいろとね、どうでもいい感じになるわけでありますけれども、それってやっぱりストレス解消としてはね、お金もかからず元で、なんだっけ、金もかからず元でもいらずということで、なんていうのかな、手軽なストレス解消法でね、だと思います。で、だけどどうなんでしょうね。今、私実は結構気ままな会社しか勤めたことがなくですね、なんていうのかな、本屋勤めてるときは別ですけど、昼寝を、昼寝とかしてても別に何にも怒られることがなく、ある印刷会社に勤めてるときは、昼休みは昼寝という習慣があるところがありました。なんていうのかな、昼休みになるとね、みんなね、それ印刷会社だったんで工場とオフィスとあるんだけど、みんな段ボールを持ち出して、
床の上で昼寝をします。あのご飯食べたらね、でみんなグー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 寝て1時になるとみんなムクムク起きると。であのね、その会社ね業績良かったのよ。でだから今ふと思い出してね、なんていうのかな、なんていうのかな、ビジネスにはまあ大人の判断とか、すぐに激高しないとか、感情的にならないとか、なんていう、紳士的に接するとか、まあそういうビジネス上のね、こうマナーというのがあるじゃないですか。まあそれはいわゆる大人ということだからであって、言いたいことをすぐ言う、クレームはすぐ言うみたいな、ある意味なんていうのかな、まあクレームもの言い方だって大人の言い方をしなければならないわけで、まあ今考えればその昼寝をする習慣のあった会社が業績がいいというのはなんかちょっとね分かるような気がします。まあ実際にはものすごく忙しくて激務で、あの昼寝でもしない限り皆さん体が持ちませんという、あのそういう事実もあったわけですけれども、まあ当時不況、もう不況は始まってましたので、あの不況時にあの仕事があるというのはですね、あの仕事があるから、仕事があるから忙しい、忙しいから疲れる、疲れるから昼寝、昼寝をすると人間的に成長し、人間的に成長すると大人になるので、また仕事が増えるというね、多分そういう性のスパイラルに入っていたのではないかとね、今ちょっとつらつら思い出したりしておりました。まあそういうわけでですね、今日はなんか短めの、朝の放送ですけれども、今日ご紹介したのはですね、内田達先生の、何日のブログかな、2007年9月16日のブログから、昼寝のすすめということで、お話しいたしました。もうね、私もね本当にね昼寝は好きでね、もうあのなんていうのかな、保育園の時からアスカちゃんは、一番最初にお布団を出して一番最後まで寝ていますとよく言われました。あのいやー昼寝ね、昼寝はいいですね。昼寝用枕とか見るとすぐ買いたくなっちゃうんですけども、もう枕がこれ以上増えても頭は一つしかございませんので、まあよほどのことがない限り買いませんけれども、いやーもうなんていうのかな、外回りの営業マンの、ね、方がラブホテルで昼寝をするという、記事がねどっかに出ていましたけど、今はまあ満喫の方が安いのでみんな漫画喫茶で昼寝をなさってるねスーツ姿の方とかいらっしゃいますけれども、まあ昼寝は好きですね。あのただね本当にこう昼寝の素晴らしき点はさっき散々述べたので、なんていうんですか、もう皆さん分かっていただけたかと思いますけど、昼寝のあの良くないところはですね、やっぱりあの下手すると4時間ぐらい寝ちゃって、なんかこう例えばこの朝の放送をやって朝ちょっぴり仕事して、眠いのでちょっと寝ようと言ったら夕方まで寝ちゃって、ああ今日は何もしないのにもう夜ご飯の支度をせねばみたいな、そういう時はですね、大変自己嫌悪の塊になるんでございますけれども、またねもうほらすでに1回寝てるから一皮むけた大人になってしまっているので、ああもう時間よりもう夜になっちゃって、もう夕方だしご飯の支度しなきゃいけなくて今日何もしなかったけどまあいいかという、なんていうんですかね、もう植木仁もびっくりのかなり無責任な人に変身してしまうのがね、なんていうか難点といえば難点なんですけれども、まあ細かいことをねごちゃごちゃ言わないっていうのは、まあさっきから言ってますように大人の大事な条件であると思います。なんていうのかな、これはまた別の機会にお話ししますけれども、余裕とか自信とかっていうのはなんていうのかな、あんまりコセコセしたことを言わないとかそういったところからね醸し出されてくるものなのではないかと思います。だって自信のある人ってさあんまりこまこましたことも言わないし俺が俺がともならないし、こうゆったりとある意味全てのことをどうでもよくなってる感じがよくあるわけで、それを考えたらですね、なんていうんですか、皆さん私もこれからも頑張ってじゃあ昼寝をするようにしますので、皆さんもねぜひ5分でもいいからですね、なんていうんですか、こう今は大人になるために昼寝しましょうみたいな話してますけれども、午後の、
居眠りを防ぐために、お昼休みの昼寝というのは大変有効でございます。私が書店に勤めてるときね、結構眠くなっちゃってね、よく女性のね、社員の方に怒られたわけなんですけれども、昼休みにね、5分でもこう寝ておくと、午後からね、かなり、なんていうんですか、午後からの居眠りをかなり防げます。理由はね、よくわからないんですけども、まあなんか脳みその中でなんかなってるんでしょう。一回休めるとこう、それから数時間はね、また睡魔が襲ってくるということはなんかないようであります。まあそういうわけで、午後のね、仕事の能率のためにも、わざわざね、ちょっとでも寝ておくというのは、心の成長のためにも、仕事の能率のためにも、まあいろいろと良いのではないだろうかというふうに思います。まあさっきイタリアとかスペインのシエスタの話がちょっと出ましたけれども、実際さ、だらだら6時間仕事するより、2時間昼寝してテキパキ4時間仕事した方が絶対仕事進むと思うんだよね。仕事って、まあ皆さんこれを聞いてらっしゃる方でビジネスマンの方はわかると思いますけれども、なんていうのかな、なんていうかな、だらだらやるよりテキパキやる方が2倍も3倍も4倍もね、仕事って進むじゃないですか。で、なんかパソコンの前には座ってるけど、なんかボーっとしてる時っていうのがまあありますよね。そういうのするぐらいだったらさ、もう潔く2時間寝ちゃって、であと4時間テキパキやる方がはるかに絶対いいですね。それはもう経験則から断言できます。ただまあ最大のやっぱり問題は、2時間寝かしてくれる会社がどこにあるという。出版社だと結構ね、じゃあ私寝てきますって言えばどこでも寝ていいわけなんですけれども、なんていうのかな、まあ、普通の会社でね、2時間横になっていたら大体怒られるのが席の山ですので、まあ、営業の方なんかはね、まあ、満喫とかでちょっと寝ていただくとかして、柳瀬隆さん、アンパンマンのね、柳瀬隆さんも毎日必ず昼寝を30分しているということでしたので、30分以上だとね、体に良くないみたいなことを言ってました。とにかく柳瀬隆先生はですね、あの手塚治虫とか、あの辺の漫画家さんたちと同期でありながら、一番あの辺の中では長寿を保っていらっしゃるということではですね、見習うべきところがいっぱいあるのだと思います。まあ、柳瀬さんの場合は嫌な仕事をしてなさそうっていうのがまずありますし、あと学ぶべきところは水木しげる先生ですよね。水木先生も負傷で片手はこう失われて、きたわけ失われたわけでございますけれども、長生きをしているということでは、あの辺の同期のね、まあ、手塚治虫さんが、55歳の短命であったことを考えると、まあ、きっと学ぶべきところがどこかにあるのではないかと思ったりしますけれども、まあそういうわけでですね、昼寝というのはただでできる、人間成長の場であり、かつこうね、仕事の能率も上げるという、なんかそう考えると昼寝というのは大変素晴らしいものに思えてきましたし、私も昼寝は大好きなので今日も頑張って昼寝をしたいと思います。ただ問題はちょっと最近ちょっと昼寝をする時間がなく、せいぜい電車の中でしかできないんですけども、でも電車の中でもね、ちょっと寝るとなんか確かにさっきまで考えてたことが全てどうでもよくなる気がします。そういうわけでレッツ昼寝、今日から皆さんもですね、どしどし昼寝をいたしましょうということで、今日の朝の放送を終えたいと思います。そういうわけでですね、今日も一日、まあ今日天気いいので気分よく皆さんお仕事できるかと思います。今日も一日頑張りましょうというわけで、今日もお相手はですね、作家編集者のバーバラ飛鳥でした。明日は、明日の明日
すいません、ちょっと明日の放送はまだ予定未定ですので、また後ほどねこのホームページの上のお知らせ欄の方でお知らせします。ちょっともしかして明日お休みになっちゃうかもしれませんが、その際は申し訳ございません。というわけで、また、明日か明後日にお会いいたしましょう。お相手は作家編集者のバーバラアスカでした。ありがとうございました。